よ、来てるよ。いや来てるよ。いやいやいや、来て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 、よしよしよし。いやでもゴール見えたな。手の届く距離やな。届かんけど、このオルゴールよな、このオルゴールの BGM よな。ちょっと待ってや、ちゃんと頼む、ちゃんと待って、一回止まろう、一回剣に回ろう。ひー、いやでもそんなさっきまでやってること変わらんか、これ結局は。さっきと同じぐらいの足場やな。この足場やめろやってマジで思うわ。はい、いや思ったより行き過ぎてた、思ったより行き過ぎてた。ちゃでな、初めて行くところなんか奥行き分からなくなんねんな。真上から見た方がさ距離感つかめるけど、その奥行きが分からへんからね。奥行きっていう概念分かるかな、このロストエッグにおいての。はい、どれぐらいの距離で着地できるか分からへんっていうのはね、なかなかね距離感くるんすよ。あ、ジャンプ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 、このまま流れで行きたい。あー今着地できたやろ絶対。さあ下から始めるのやめへん。せめて上ずっと練習させてくれよ。最後はちゃんと下からやるからさ、せめて上から練習させてくれよ。いやいやいや、いいね、だいぶ流れが来てる、流れが来てる。よし来た、よしいいぞ。オッケー、久しぶりに帰ってきたぜ。玉君行くぞ。はい、あーオッケーオッケーオッケー。いや感覚つかんだ。てか前回の感覚覚えてへんし、1時間2時間前やぞ。くー、もうライフがない。30分無駄にした。はい、いや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 、いやはい、来た来た来た、うん、こんな感じこんな感じ、うん、思ったより高いんやな。理解した今、思ったより近くて高いんや。高さ僕分かってへんだわ。近くて高い近くて高い近くて高い近くて全然やん、全然あかんやん玉くん。いやす、動くな卵、動くな。無理じゃないこれね。え卵くんも無理と思うやんな。なあ泣きたくなるよな。よし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 、来た来た来た、ついに来たぞついに来たぞついに来たぞ。だめ、何やってんのほんま、ほんま何やってんの。よし、ライフがない、ライフがライフがない、行くしかない。あー、はい、わかんねえよわかんねえよ、これな、こういうことね。高いな、ちょっとあいつ高いな。よし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 、いや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 、せめてチャレンジしろよ。なぜ何もせず落ちる卵、なぜ何も掴もうとしない。これぐらい、よし、ああ迷いなく飛んで、迷いなく飛んで、さあ迷いがない迷いがないぞ、迷いがない、迷えよそこは。ああさようなら。ここで皆さんに悲しいお知らせがあります。ロストエッグ2の完全クリアを諦めようかと思います。無理です、クリアできないですこのゲーム。クリアはするわ、クリアはするけど完全クリアはちょっと無理やわ、これ僕の実力じゃちょっと無理かな。ごめんなさい、ちょっと多めに見てください。まあ、どういうことかっていうと、今まで
星5全部取ってステージクリアしてきたじゃん。いいよ。ちょっとこのラストステージだけちょっと星3か4で多めに見てもらえないですか。パンは取るわ、パンは2つ。ただね、そのミッションの1つに多分5分以内にクリアしろって言われると思うんですよ。その5分以内にクリアちょっと多めに見てもらえないですか。無理やわこれ、5分以内クリア。いいよ、来てる来てる。ほら、ここも喋りながら行ったから許して。ずっと僕ね、同じこと繰り返してこれずっと喋ったんですよ、今。やっと行けたわ。喋りながらあそこ行けたからもう許して。もうこっからね、進まないんですよ。5分以内クリアマジで無理やからさ。もうクリアしたらそれでええやん、パン取ってるんやから。クリアできたってことは、あれやん。時間かければいつかできるってことやから、ええやん、もう許して。いやー。まあね、この1回で5分でクリアしちゃうかもしれんけどね、もう見といてくださいよ。5分間の奇跡見せたるわ、今から。はいね、喋ってたかんねん、ほんま。ほんま喋ってるたかんねん、このゲーム。喋りながら無理やわ。いいよ、パン取った。よし。OK。いいよ、よし、行こう。5分過ぎちゃったけど、いける君なら、玉尾くん。見せてくれ、その力。はい。ここほんま、ここほんま。いや、美しい、綺麗。タイミングもいいぞ、これは。いや、今めっちゃよかったやん。タイミング完璧やったやん、芝の。3段目も良かったしな。今絶対行くべきやったって、玉尾くん。絶対さ、ギルティ、もっと団員とか分けてさ、はい、天井界とかじゃなくてさ、はい、ランク書きした方がいいわ。はい、そうっすよね。出て、これ下段なの、これ下段なの。知らんかったっす。わぁ、わからん殺しはあかんて。やばーっす。いつもね、格ゲーするとき、ウサラブさんこんな規制上げてるんですよ。撮ってんのこれ。いや、ヤババース撮ってるよ。ヤババース。いつから撮ってんの。最初からずっと撮ってんで。ほぼカットされてるけど。じゃあ何も受け答えしてないんだけど。はい、大丈夫大丈夫。どうせ今回でくれ。ああ、やったー。めっちゃ純粋に喜んでるやん。そんな滑舌よくやったって言う。嬉しい時。めっちゃ純粋。めっちゃ純粋に喜ぶやん。次進めたらそれしようかな。行くぞ、玉くん。いいね、足場さん、行くぞ、これは。来た、2段目、2段目、来た。喋るから、喋るから。喋らなあかんやろ、実況やぞ。次や、次や、次や、次やぞ、次。やべやべやべ。無理だよ。ここ無理だよ。ちゃうね、なんかさ、最近さ、仕事ないからさ、ずっとゲームしてるわけやん。なんかずっとさ、ゲームやってると目に涙溜まってくるんだけど。んで？わからない。今はめっちゃ半泣きでやってんやけどさ、ちょっと目にダメージがやばいやん。涙目乗るかよ。そう、涙目乗るかよ。ちょっとスコップ持ってこなあかんわ。真っ白さんやな。二次三次の真っ白さん、スコップ持ってへんだ。あはははは。今日ね、今これプレイしてる段階でロストエッグ2のパート1が上がったんですよね。なんかコメントついてるかなと思ってコメント見てたんですよ。じゃあね、まあ、パート1の中で僕ちょっと申し訳ないけど、ロストエッグラストステージは難しすぎるんで星5、5つ取れへんと思いますって言ったんですよ。じゃあコメントでね、小村さんなら取れるだろうって言われたんですよね。いや、見てみろこのステージを。君は知らんかもしれんけどね、多分君は知らんしやったことないかもしれんけどね、このステージ。ここ地獄やで、マジで。ほら、もう地獄やわ。行くぞ。はい、よし。ここでしばらく、ちょっと時が来るまで待ちましょう。足場が待つことができない。僕と玉尾くんせっかちやからさ。
次行くぞ、玉子くん。はい、よしよ、1段目は乗れるようになってきた気はする。ただここで我慢するのが難しいんですよ、玉子くん。いいよ、玉子くん、玉子くんいいよ。次行くぞ、次。今や、ナイス。タオくん、タオくん、しばらくちょっと時間を稼ごう。足場がいいタイミングになるからまで待ちましょう。タオくん、次や、次ぐらい。いや、来た。さあ、幻の3打目には、タオくん足、うん、1段目から2段目スピード違うんか。なんか2段目の方がめっちゃ足揃いにくい。その場に立つのが難しい。足場がいい感じ、出れてる。もうちょっと待ったら3段目の足場がやつからこっちに寄ってくるはず。いや、大丈夫、安心しようって。もうちょい耐えろ。今我慢の時や。落ちんな。いける。いいよ。これ待つの、待たんでええかも。いやーでも、ま、安全に行きたいな。安全に行くのは怖い。安全に行くのか安全じゃないんや。行くぞ。ああ。やだ。むずいよ。いいよ、タイミングいいよ。行きたい。よし、行った。幻の3段目行った。これで、ね、こう来て、何それ、邪魔してきたやん。え、なんか変な動きしてたやん。4段目に乗ろうとしたら5段目邪魔してきましたやん、今。それは違う、ルール違反。いや、どうした？ギルティ始めた時にまだ卵やってる。卵やってますよ。ワクチン接種の予約が取れた。あ、取れた。やったー。行くぞ、卵くん。はい。来てる。流れは。待てよ。早ない？一歩待てよ。早くないわ。何も知らんくせによ。マッチする。状況は整った。行くぞ、卵。はい。さあ、2段目。そう、待機作戦になったんだ。待機作戦になりました。もう無理。ひっひ。ああ、ああ。足場はよ。でも耐えてんの？耐えてます。昨日のロストエッグを編集してたんやけどさ、はい、全然サラブさん面白いこと言ってへんだわ、うん、オールカットかもしれん。ギルティーしてたし涙目のルカの下り面白いかなと思ったけど、そんな面白くなかった。いった。いいよ、来てるよ。こっから初めてジャンプして、いやでも4段目遅かったな。足場いけるわ。待ち作戦じゃなくてよかった。草薙さんを無視する。いや、ちょっと待って、集中してね。いや、マジ俺ギルティしてる時喋れんて。僕の方が集中してたけどな、あの瞬間だけは。どうやろ、集中してたけど、僕は頑張って喋ったけどな。これがね、キャリアの差よな。いや、これ待つ必要ないな。僕ならいけるわ。待つ必要ない。よし、で、最後はゆっくり。波来てるわ。ほんまや、また行ってるやん、そこ。来たー、完璧よ。クリアしてます。ついに、初めての、ここ、立てる。うわ、ここは。
このだったか。来ましたよ、渡辺さん。ほんまやね。ちょっと今、規制とか言えんといてな。ちょっと、それは難しいですね、はい、かもしれない。あ、怖い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 。いるぞ。はい。はい。はい。え、あれゴール、あれゴール、あれ、ホールインすんの嘘え、嘘 これ上いける。え、そんなこと要求されるのね。ここ坂になってるし、やらしい。行くぞ、ザラさん。はい対戦終わったやって、対戦終わったやって、やんねえけど、対戦終わったやって、その時に行くわちょっと待って、僕の伝説を見といてくれ。さあ、ラストステージ、約2週間頑張ってきましたけど、ついに終わりを迎えようとしています。さあ来い。はい、行きます。はい、行くぞ。この2週間の全てをこれにかける。ちょっとカメラが7ミリしか向かえるのか腹立つけど、いけるはず。やばそれ。行け。ちょっと遠いか。行った。よっしゃ一発クリアよな。一発クリアですよ。すげえ。7分以内にクリア、ちょっと僕目指しません、無理ですやばその条件。あ、星4っていう結果になったけども、なんとかクリアすることができました。ありがとうございます。これね、2人でできるんですよ、実は。うすらべさん、どこか知ってるでね、僕ちょっと見つけたんだけどさ、でね、タイトル画面でなんか RL ボタンを押したらね、ミニエッグモードっていうのがあるんですよ。これね、今までのステージでいるんですけど、卵がいつもより小さいんですよね。はいはいはい。小さい分ちょっと挙動が軽くなってダメージが受けるのがでかくなるんですよね。はいはいはい。これ一緒にやる？嘘だろ。え、そのやっぱむずいの、ちっちゃい方が。んだから簡単、場所によるんじゃ。僕ライフ引き継ぎやからめっちゃ簡単になるけど。そやろ、俺がやった場合だってライフ100からぐらいなんじゃねえの。で、見といてはこの卵の大きさ、こっからめっちゃでかい目玉になるから、ほら質量がすごい中に入ってギュッと詰め込まれてんねやろな。そういうことや。はい、ということで、うん、はい、クリアできました。ありがとう、ゲストうさらびさん。ありがとう、ありがとうございました。さあ、ロスト X2 最終ステージ、星5を取って終わりにしましょう。たまくん、はい、7分以内にクリアを目指さないと言いましたが、目指していきましょう。僕たちのアイゲル、このステージを星4でクリアしましたが、そんな中途半端な結果で僕たちはお別れすることはできひん。やるなら完全クリア、笑ってお別れしよう、たまくん。はい、よしよ、これがロスト X 真のエンディングですよ。トゥルーエンド見せてあげましょう、皆さんに。ライフを半分以上残してパンを2つ取って7分以内にクリア、見せてあげましょう。さあ、いいよ、来てるよ。はい、半分いった。1分切って半分いきました。こっからが難易度高いぞ、玉野くん。よし、はい、一回飛んで、さあ同じことを繰り返す。ここから BGM も変わっていく。はい、これで僕たちの別れの BGM かのような優しい BGM。 さあ行くぞ、トマク。これが僕たちの最後の戦い。いいよ、よし、慌てるな。さあ右のパンを取りたい。オッケーオッケーオッケー。あー、よし、ナイス、よく飛んだ。最後にタマオくん、今のギリギリやった。来てるぞ、これは。タマオくんのやる気を感じる。さあ行くしかない、もう行くしかない。流れが、流れが来てる、足場の流れ来てる。うわー、くそ、ごめんタマオくんごめんタマオくん、目かゆくなった。今めっちゃ目かゆくなった、集中できてなかった。足場が出れてたのに、くそ、やっちまった。
大丈夫大丈夫、7分以内にクリアから、あと5分ある。皆さんはあのゴールした瞬間、7分以内にクリアという文字を見てどう思いました？7分とか無理やろとか思ったでしょう。僕と友よくんは違う、7分ならワンチャンいけるんじゃねって思いました。そのあの7分という文字に僕たちはわずかな希望を見たんですよ。さあ、その希望実現させようぜ友よくん、移動。さあ連続でこう、うん、よし大丈夫、まだ3分いってへん。いくぞ玉君、多分こっからゴールまで2分ぐらいかかる。だから5分がボーダーラインと思っていい。それまでに登り詰めるんや頂上に。はい、いいよ玉君、いいね、いいね。まだギリギリやったけど、よし、よいしょ。あーバカ。さあ3分半が経ちました。半分だった。さあ残り時間は少ない。いくぞ玉くん、そろそろ集中力上げていこう、全集中。さあ来た。さあ時間的にはラストチャレンジか、これが。トマくん行くぞ、右から来た時に行く、いつものパターンで僕たちは行く、スタイルを変えない、それが第一。ナイス。あぶね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 、よしよし、いいぞ、修正、ナイス修正。そして飛んで着地からの飛んで着地、来た。4分半、ちょっと今時計見んな、時計見んな、時計を見るな。そこはゆっくりやからゆっくりやからいけるはず。よし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 、来たぞ。さあ行きましょう、最後のウイニングロード、希望への階段、一歩一歩着実に登っていきましょう。トマくん最後や、行くぞトマくん。あー怖い。よしよし行くぞ、時間はあと2分。飛びます、はい、いった、よっしゃ、やりました、7分以内にクリア、実績6回以上、伝説の卵、ありがとうございます。やった、めっちゃ嬉しい。いけた、よかった、諦めんとやってよかった。はい、ありがとうございます。ロストX、よっしゃ、クリアできた。今までクリアしてきた中では一番難しいゲームやったかもしれん。最後のマジで手に汗握った。よっしゃ、はい、ロストX ビートゲザー、めちゃくちゃ楽しいゲームでした。これ300円ですよ、すごくない？2週間遊び尽くしたね。はい、もうぜひね、ぜひやってほしい。特にエクストラステージ、僕がどれだけ苦労したか、そして僕が今どれだけね嬉しいか、ぜひクリアするところまでやってほしいと思えるね、素晴らしいゲームでした。はい、ありがとうございました。また明日も違う動画とか上がるんでよろしくお願いします。